いやー参った、いやー参ったな、参ったよ、こしちゃん。何がですか？ここね、熊野湯の第2A コースですよ。はい。で、あの熊野湯の第2A コースって言ったら何ですか？昆布。昆布ですね。はい。それでね、明日から3連休なわけですよ。はい。1月の9、10、11と。はいはいはい。で、そこでね、私の大先輩が、昆布キャンプをやるっていうふうに言われてて、はい。そのために、昆布の準備をね、しておいてほしいって言われてたのね。で、昨日までね、まあ、2日、3日かけて、ここに昆布の、ラインを作ったわけですよ。ほうほうほう。でね、昨日の夜から、はい、今、昼の12時にかけてね、はい、なんと40センチの積雪と、見て、リセットよ、リセット。真っ白。困ったよ。私は非常に困ったどうするんですか？いや、どうするも何もね、うん、大先輩に頼まれ、このまま引き下がるような私ではないいやね、大先輩からはね、はい、こんだけ雪降ってて、うん、昆布ないならないでね、お客さんたちと、作るから大丈夫だよっていうふうには言われました。はいはいはい、優しいね、とても優しい方でございます。そうですね。でも私は、いやいや待ってくださいとマジっすか？一度ね、頼まれたものはたとえ40センチ、50センチ振ろうがやり遂げますよとマジでこれですよ、これ。明日にはコブキャンプがあるんですよ。明日？うん、明日から。うん、明日今午後何時ですか？午後、まあ実質13時ですまあ、こっからのね、よくね、小学校の時とかさ、夏休みの宿題をやって、うん、あ、夏休みを過ごして、で、最終日夏休みの宿題が残っちゃったとかあるじゃない。あるね。あの時の気持ち、今。で、友達をね、もう宿題終わってる友達を呼んで、私？私？一緒に頼む、やってくれよってね、そんな感じ。その友達ごしちゃう。私掘るんすか？うん、掘るよ。今から？取りながら掘る。嘘でしょ？本当マジ？ということで、まずは昆布作りのね、最初ライン付けしていくから。はあ。で、俺ちょくちょくつけていくからさ、その後ろ撮影しながらさ、ちょっと後付けお願いします。撮影しながら掘れと今から掘う。頑張ろうぜ。隊長命令ですか？鬼畜待って、いけるかな？いけるよ、大丈夫。ちょっと距離取った方がいいですか？あー、まあ一コブ、二コブぐらいならいいけど、うん、分かんなくなっちゃう。最初、普通に揃えて掘るんですか？そう、揃えて。いやマジか、レベル高えよ。このペースでいくわ。あ、分かった。なんかいるな、まだ。いるよ、下に。これ掘れるんすか？やば、つら。ご紹介遅れちゃいました。熊野湯スキー場パトロール隊長の松戸隆です。巻き添え食らいました名越です
一人じゃしんどいから、あの体力的にも心的にも。なるほどね。一緒にね頑張る仲間が必要なわけですね、そうですね、米作り中もこの危機を乗り越えましょう。おう、頑張りましょう。作っております。なかなかもう次到着したらもう、ね、終わってるんじゃない明日どころか次の一本終わってるんじゃないワンちゃんもう明日もリセットかかりそうな勢いで、ですね、入っちゃったね、困っちゃったね、まあ、頑張った印を一応映像としても残しましょうはい、はい、頑張りましょう。それから何十本と一緒にここを滑ってねラインをつけていきましょう。こうどうだったか、こっち、ここか、これですね。じゃあラインがある程度できてきたから、はい、ジルドン工程入ります。はい、雪をためる、ためよう、貯蓄。ゴシちゃんがなんか追い取りに挑戦するそうなので温かい目で、目でご覧ください。ゆっくりお願いします。あ、了解しました。ゆっくりめ、削り目でね、削り目でね、行くぜ、よし行くわ。なんとかなんとか取れた。この放送が鳴ったということは2時ということかい。そうですね、まだ1時しか経ってないの。うん、できたね。あれだね、下硬くて軽いの40センチ上乗ったから、うん、意外と形は、うん、できるの早い。できましたね。いやちょっと終わり、まだ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 ですよ、まだ。いや動画で伝わるかな、このここの出来具合。かなりできたよね。そうっすね、バッコンってね、きっと明日には残ってくれるだろうと信じて、はい、こんなところにしときますか。しときましょう。はい、あの大先輩に明日はこのままの姿でお見せできることを願って、はい、今日は寝たいと思います。はい、はい、じゃあね、じゃあ今回の動画はこれまでということで、はい、昆布作り明日期限のものをね精一杯やって、疲れると思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね、バイバイ。